はい、こちらはスポーツ報知さんの新聞になりますが、早稲田対明治の日本一を決めましたラグビー決定戦におきまして、早稲田は11期ぶりに見事日本一に輝きました。またこちらに書かれております歌詞は優勝した時だけに歌うことが許されておりますアラブルという曲の歌詞になります。こちらにも掲載されておりますように5万7345人という大観衆が新国立競技場に皆様集まられて観戦させていただきました。本当に名勝負を見させていただきましてありがとうございました。本当に出れない部員の分を背負って、本当に戦ってほしい試合に進みました。
後半はベンチが盛り上げる中、どんな言葉をかけていたんですか。でもそこは本当にどちらが勝ちたい気持ちを強く持っているかが大事なんだと思って、本当にきつい時間があったんですけど、一人飛び出さずに全員につながり続けるということを、もう後半できないと80分通して言い続けました。1年生の頃から試合に出続けて、最後の試合、本当に最高の試合ヒットになりました。そうですね、それは本当に、これ多くの方に支えていただいていることだと思うので、感謝しております。ありがとうございました。早稲田大学の斉藤キャプテンでした。続きまして、センターの中田選手です。おめでとうございます。今日のこの国立競技場でのプレーは終えてみていかがでしたか。そうですね、決勝ということで、国立競技場で本当に多くの方に見てもらえる機会を設けていただいたので、その中でチームとしての最高のプレーができたと思います。特にご自身のプレーで心がけたことはどんなことでしたか。そうですね、アタックのディフェンスも勢いつけてチームを前に出すということを意識してやってきて、そういう面では、僕はボールを持ったというようなうまく味方が反応してくれたかなと思います。それがトライにもつながりました。そうですね、いい形でつながったと思います。この優勝、改めて場内の早稲田ファン、そしてテレビやラジオでございます。で、早稲田ファンの皆さん、喜びお願いします。今日はもう本当に多くの応援してくださってありがとうございました。優勝という形で頑張ります。おめでとうございました。早稲田大学の中田選手でした。こちらは産経スポーツさんの新聞紙の中に掲載されております早稲田対明治のラグビー日本一を決める決定戦におきまして、早稲田が45対35で勝利し、日本一に輝きました。その日本一になった時だけに歌うことが許されますアラブルという歌を歌ってるところを掲載されていらっしゃる記事になります。5万7345人という大変多くの方が新国立競技場に観戦に来られまして、この優勝後の決定的な瞬間を見ることができたのではないでしょうか。優勝本当におめでとうございます。こちらサンスポさんにも掲載されております。優勝した時に歌うことが許されておりますアラブルの歌詞になります。